誰だお前、誰だお前、タワーリーコンやろお前。エアーリーコン買ってほしい。なに、エアーリーコンって名前なのあいつ。負けたら買っちゃうからな、エアーリーコン。どうも皆さんこんにちは。今回はエアーリーコンをかけてフォートナイトをやっていきたいと思います。ん、誰だ。ミナト、ナルト、ミナト、お、なんやお前。何言ってんのこの人、誰と戦ってんの。見た、こっちか。はい、全員遊ぶ。あれ、いるね敵。はい、じゃあいます。エアーリーコン買ってほしい。なに、エアーリーコンって名前なのあいつ。おい、タワーリーコンの姉さんか、あれ。まさかの、ふざけて言ってたけど、めっちゃ顔似てたからな、エアーリーコン。おいおいおい、あいつよ、買っちゃう、買っちゃう。ちょっと高かったし。おい、タワーリーコンで、おい、タワーリーコンで、おい、商売始めたか、ついに。タワーリーコンでついにフォートナイトも勝負始めたか。気づいた、タワーリーコンの良さ。負けたら買っちゃうからな、エアーリーコン。どうも皆さんこんにちは。今回はエアーリーコンをかけてフォートナイトをやっていきたいと思います。おー、ガトリング持ってるわ。あー、やばい。やべ、なんだかんだ言って今週は結構、なんて言うんだろう、撮影とかでもフォートナイトやってたから、なまってはないんだよね。時間がないだけなんだよね。結構ね、収録とかの最中でも結構フォートナイトやるからね、アベマーさんは。カメラ向けられるとガッチガチになるからな、俺。ほんとに。今までよ、そこら辺のさ、大学生だったのによ。そんな素人に急にカメラ向けてよ、喋ってくださいって言われてもよ、喋れねえよ。ガッチガチだよ、もう。一回なんか、撮影した時なんか、写真を撮りたいみたいなこと言われて、写真撮ってたんだけど、もうね、目が挙動すぎてね、もう NG 何回も出したから。ボクシングさん、カメラ目線はやめてもらっていいですかとか言って、あ、すいませんとか言って、真面目なんだけど、みんなゲラゲラ笑ってる。あと、真剣なんだよね、みんな顔がね。うん、急にさ、本番入りまーす、5、4、3みたいなさ、始まるんだけど、その瞬間がみんなピッて静かになるから、ドキッてしちゃう。いつものあの動画撮影中みたいな感じでお願いしますみたいなこと言う。全然です、動画撮影中も、いや実写も撮らないからなみたいな。いや、12時間ぐらい撮影したよ。でもすげえ長えな、長えなって思ってたけど、でも正直ね、よくよく考えてみ、12時間だよ、僕、私たちが。スタッフさん何時間やってんのみたいな。かわいそう。めっちゃ謝ってたけど、すいません、おっしゃってみたいな。いや、大変でしょ。あれからだって片付けとか始まるんでしょ、スタッフさん。いや、地獄だよ。何時間働くのみたいな。いや、すごいよ。尊敬だね、やっぱスタッフさんも。すごいよ、根性が違うよ。あ、来た、青ニットだ。また青ニットだよ。後ろになんかマントつけて格好つけてる青ニットが。ダメだダメだ、外役青ニット、外役、外役、あいざいます。青ニットはダメなんだよな、アーニットは許されないんだよな。ダメですよ。ダメだな。アーニットいじめるとマジで、アーニットをいじめたボクシングを許すのみたいな。今のキャンペーン。
その角度はもうギリギリザイマスだすんし、おー、はい、はい、ザイマス。誰、おい、なんだお前、誰だこいつ。くっそ、そういうことか。嘘だろお前、嘘だろお前。アリスタオレン逃げた。おお、誰今のびっくりした、本当に。上から上からピンクマブってごろ、それを私はよくわかんないけどやめとくわ。うまくいかなそうこれ、あかんこんな。どこ行ったあいつ、マジで。なんかいるわ。なにこいつ、敵がいるんだ。あめえ、あめえ。どこ行った。えい、ピンクマヒッターゲッター、はい、ざいます。おげー、はい、おげー。何やってんのあいつ、暴走やってるよずっと。どこにいるんだこれ。ん、あ、いたいたいた。はい、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 ざいます。オゲー、はい、オゲー。車の音聞こえんだよな、ずっと。どこだ、ん、ん、ん、どこ。何この車、うるせえよお前。いや、いる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 。はい、ざいます。なあ、あと二人。あ、危ないよお前。ええ、なんやお前も、うん、びっくりさせないで。うわぁ、わぁわぁ、やばいぞゾンビが。嘘でしょ、危ねえ、間に合ってよかった、危ねえ。あ、やばい、はい、オッケー。あった、ひったり。くそ、えー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 、わお、ちょっとまずいな。オーマイゴマスティンディー、ジョーレゲル少年さん、皆さんチャンネル登録よろしくね。オーマイゴマスティンディー、おげー、はい、おげー、峠、はい、買っちゃったよねってこと。